はい、どうも皆さんこんにちはというところですけども、今回はですね、なんと、E653 系 U102 編成がこの度、勝都車両センターに戻ってくるというところで紹介していきたいと思います。で、まあ、簡単に言いますと、まあ、この列車 E653 系はですね、昔は常磐線特急フレッシュ日立号として活躍していました。まあその後にですね、まあ、車両更新ということで新型の E657 系になりましたので、まあ、第二の人生というところで、まあ、この当列車はですね、特急稲穂号として新潟そして秋田方面で活躍をしていたんですけども、まあ、ついこの前ちょっと運用から外れましてね、多分秋田の車両センターにですか、まあ、行ったんですけども、これ何が来るんだろうなと思っていたところ、今日ね発表されました、この度ねまた当列車、勝田車両センターへ戻ってきますよということでね、まあ、ちょっとね概要とかを含めて紹介していけたらと思います。車両の概要としましては、当列車は、2013年までは常磐線で運行しておりました E653 系ですね。でこのね列車、全部でねあの5色のカラーリングをねしていまして、本当に素敵なね車両なんですけども、今回はこの5色になかった水色のカラーリングですね、これをですねその E653 系の一編成にね、まあ、その塗装が入りまして、このね勝田車両センターへ戻ってくるということになっています。で当列車は2023年の10月より、臨時列車だから、まあ、秋の臨時列車とかの、まあ、発表多分9月ぐらいにされるのかな、あれ9月ですよね。なので、まあ、そのタイミングで9月中旬とかですかね、なので、まあ、そのタイミングで発表されるのではないかなというところで、まあ、東海道線とかあと宇都宮線高崎線常磐線などといった主に首都圏の各路線で運行していきますよということになっています。で3番にあります通り、このカラーコンセプトは、お客様にお楽しみいただけるように、かつての常磐線特急フレッシュ日立のカラーリングをベースとした、ねまあ、この塗装ということで、まあ、とても、ね、バリエーションを持たせると。で主に、まあ、臨時列車で活躍することから、海や川そして澄み渡った空などの広大な自然をモチーフとしているそうです。でこれに合わせまして記念イベントが、行われるそうです。今年の9月の9日土曜日に、新色のこの当列車の撮影会をするそうですよ。第1部第2部というところで計2回の撮影会をね行われるそうで、勝田車両センターにて行われるそうなんですけども、内容としては、このね E653 系の今回のその塗装の車両と、あとこの常磐線特急日立の塗装っていうんですか、ごめんなさい、あの国鉄色のね塗装されている E653 系の、まあ、この2つの編成が並ぶよというところで、はい、で第1部第2部それぞれ30人ずつの合計60名様とおかしいな、はい、60名というところで販売価格1万5000円と、で8月9日12時30分より販売開始ということになっておりますので、ホームページより、はい、ご確認いただけたらと思うんですけども、まあちょっとタイミングがあれば僕も写真撮りに行ったりとか、まあ乗車ね、まあタイミングが合えば乗りに行きたいなと思っているところで、まあ今後ね、常磐線ね、まあそれこそ今 E657 系のカラーリングもね、今多分4編成変わって、多分あともう最後の1編成が多分もうじき発表されるんじゃないかなとかは思うんですけども、まあ今後ね、常磐線が、まあ、今まで以上にね、まあ、活発になっていくんだなというところで、まあ、別にこの列車ね、常磐線だけで活躍するわけではありませんけども、まあ、今後ねこの E653 系よりね多くの塗装、まあ、もちろん特急稲穂とかね、あと特急白雪でも活躍してますので、ぜひね今後またいろんなところで見れる当列車、期待していけたらなと思っておりますので、はい、ぜひ皆さん乗りに行きましょう。なわけでどうもありがとうございました。